こんにちは、ブラウスで旅に出ようの著者、旅作家のエミリエコです。はい、先月ね、覚えてますかね、ハンガーラックを新しく買いに行って、組み立ててかけたっていうところをちょっとね、お見せしたんですが、なんとあのハンガーラックが早速1ヶ月で壊れてしまいました。ちょっとやっぱね、重量がかけすぎたのかわからないんですけど、徐々に曲がってってしまって、もうちょっとこれはね、倒れてしまうっていうことで、まあ、危ないなと思って、もう撤去しました。そして新しい、ね、ハンガーラック買いに行こうかなと思ったんですけど、本当にどれ買っていいか分からなかったんですけど、 Amazon で本当にレビューが多くて、耐えられる重さが 105kg、 これだったら大丈夫だろうっていうやつを、レビューでいろいろ確認して、はい、そちらを注文して届いたので、ちょっと組み立てていこうと思います。で、前回のはちなみに、1900円ぐらいだったんです。ホームセンターで買いに行きました。今回のは、ね、4500円ぐらいだったので、まあまあ前回のよりは2倍以上のね、価格も出しているので、まあまあ倒れないかなっていうのを期待して買ってます。では早速ちょっと組み立てていきましょう。前回よりもかなり重量が重いです。なので結構組み立て大変だと思うんですけど、ちょっとやってみたいと思います。こちらが買ったハンガーラックなんですけど、同志社、収納力 1.5 倍、高耐荷重、高耐荷重 105kg、 ハンガープロシングル 1.5 倍 ×100 ワイドっていう商品です。はい、ではこちらちょっと組み立てていきます。遊びたくなってしまいました。前回よりも難易度が結構高そうで、パッとね、部品を見ただけでどうやって組み立てていいのか全く想像がつかないので、ちょっとね、今回はちゃんと説明書読もうかなって思ってます。意外と前回より難しそうだな。まずね、1番目、支柱下から支柱上を抜きます。支柱っていうのがまず分かんないんですよね。横パイプに支柱下を差し込みます。アクルパイプを、どこに取り付けるの。あ、これね、全くわからないんだけど、本当にこういうことかな。で、レンチ、六角レンチ、いや、ちょっともう想像以上に難しいです。はい、この六角レンチを使いまして、ここのネジを締めて、このね、この回る脚部を取り付けていきます。いや、これ想像以上に難しい、これ。はい、そして今こんな感じですね。うわ、はい、足が取り付けられました。反対側も取り付けていきます。このネジにこの輪っかをつけまして、なんか丸いものを取り付けていきます。はい、はい、今こんな感じで取り付けました。結構六角レンチギューって、ちょっと固めにやっときます。 OK、 はい、取りました。まあね、ここまでできましたね。 B を取り付けます。今ですね、やっと支柱がつきまして、この後はどうしたらいいんだ。
もう一個つけるんだ。こんな感じで2つかけれる場所があります。はい、これでちょっと高さの調整ができました。はい、これで今9割型できました、はい、あとはですねこちらのキャップを尖ってる部分に、取り付けるだけで終了です。はい、ハンガーラックが組み立て完成しました。所要時間はですね、25分ですね。はい、前回は5分ぐらいでできたので結構難しかったです。ちょっと高さ高いかな、ちょっと低くしようか。お気に入りのワンピースです。はい、結構かけれました。またねちょっとねかけすぎちゃうとバーンって、再度倒れちゃいそうなのでここら辺にしとこうかなと思ってます。このハンガーラックのいいところは伸縮自在で、長いワンピースでも自由にかけれるっていうところと二段使いになってるのであまりに、ね、長いねワンピースとかだと裾がぐちゃぐちゃになっちゃうので長いワンピースを上の方にかけるようにしてます。はい、こんな感じでハンガーラック新しいの新調終わりました。105キロ耐えられるっていうことでバンバンかけちゃいたいとこなんですけど、ちょっとあんまりかけすぎてもねまた曲がってバーンっていったら困るので、はい、この辺にしておこうと思います。また増えちゃうんですけどね。はい、まあもうこれで壊れることはないと思うので、はい、また壊れたら報告しようと思います。というわけで今回は女子一人でハンガーラックを組み立てて洋服をかけてみたということで、はい、私の声が洋服です。これ全部ペアちゃん、どう、これかわいい。これどうやってやったの。これ、うん、自分でママが組み立てた。え、どうやって。ん、棒を棒をくっつけたりしてる。うん、すごい。あいちゃんも手伝いたい。もうでも終わっちゃったよ。ほら。だけどよ。あとのは？あとのもかけるんだけど、あいちゃんがやったら倒れちゃうから。すごい？うん。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。あゆみれいこでした。